先の戦争は侵略戦争だったと、こういうふうに私たちは思い込まれてますが、1951年、昭和26年ですけど、 GHQ の総司令官であり東京裁判を主催したダグラス・マッカーサーは、米国議会の上院の軍事外交委員会におきましてですね、第二次世界大戦について、日本は米国によって閉じ込められ資源供給の道を断たれたと、日本が戦争を始めた目的は主として安全保障の必要に迫られたのことだと、まあ、こういうふうに明確にですね、侵略戦争を否定してるんですよ。今東京はですね、石原前都知事の指令で、このマッカーサーの発言をですね、副読本として使ってるんですね。期待される下村文科大臣、どうですか、これを全国の公立学校に副読本としてですね、配布したらどうですか。